ジャースパルと申します。おはようございます。11月7日火曜日の睡眠レポート見ていきたいと思います。宇野花雪原初日ということで、宇野花はね、いろいろ狙いたいポケモンたちもいるんですけれども、出現数ポケモンのね、寝顔の数があまり多く出てこないので、その辺どうね向き合っていくかなというところになりますね。ということで、最近スヤスヤタイプがめちゃくちゃ出るパルは本日もスヤスヤということになりました。見ていきたいと思います。ポケモンは4体になるかな。うん、ということで、星2ネガを1つ、ポケモン4体、眠気パワー589万9100でいきたいと思います。スヤスヤはヤドランが欲しいんだけど、ヤドランはまだ出てこないランク帯ということになりますね。さあ見ていきましょう。そうなってくるとあれかな、ナマケロちゃんとかを狙いたいかな。さあということで、4体しかおりませんので、まずはプリンちゃんがね、こっくりこっくり寝ててくれました。じゃあぐるーっとね見てね、ススッとおやつパート入っていきましょうか。ナマケロちゃんいるかな、チラチラ。あ、そうなんす、そうなんすが我慢ねしておりまして、星にはね、そうなんすでしたね。さあそしてプリンちゃん、残念ながらね、ププリンちゃんはね出てこないんだよね、宇野花雪原。ちょっとやっぱププリンには厳しい環境なのかもしれないね。そして宇野花雪原のスヤスヤといえばこの子ね、メリープちゃん、そしてもう一体もプリンちゃんといった4体となりました。じゃあ残りね、まとめてリサーチしましょう。オッケーオッケー。ということで、初日はこんな感じだったので、これはこれで普段狙わない子を狙えるかなといったところですね。さあ、ソーナンス我慢ね、こっくり寝てるね、かわいいメスのソーナンス。そしてプリンスアリネが2つの前にメリープモコモコね、そしてプリンとなりました。スキルタイプ4体でしたね、本日は。オッケー、すべてのポケモンのリサーチ完了です。いや、火曜日はね、本当にまったりリサーチだ。さあ、チャンスはどの子にもつかずということなので、この4体であればさすがにメリープちゃんになるかな。ね、スキルタイプはやっぱり下から育ててね、スキルレベルを上げたいなというところもありますし。 OK、 じゃあ今日はメリープちゃんにボーナスサブレあげて、ちょうどねお迎えできるタイミングだったのでお迎えしていきたいなと思います。無課金はね、スキルタイプのポケモンを育てるのなかなかハードルが高いので、本当に何かの間違いでスキルレベルアップ MS とかついててほしいね。OK、 そんな感じで本日のおやつタイム終了していこうと思います。明日以降ぐらいからスヤスヤでもヤドランが出現するようにね、なってくれるかなと思うので、そこにも期待したいなと思います。この4体であればプリンちゃんにしよっかな。このはちゃめちゃぼんやりなね、目半開きプリンちゃんにしておこうと思います。さあということで、いや、ププリンもね、いつかゲットしたいね。どこかね、また別のフィールドに戻った時にお迎えしたいななんて思います。 OK、 ということでリサーチ XP も頂戴しまして、お迎えしたメリープちゃんの能力見ていきたいと思います。さあレベル10、おとなしいメリープちゃんだ。おとなしいはメインスキル発生確率上がってなかったかな。さあということで見ていきましょう。 SP374、 チラチラチラ、あ、チラチラチラとね、食材が第一食材激辛ハーブ、そして第二食材に特選エッグ3つを備えるね、こう電流系統、メリープ系統ですね。さあということで見ていきたいと思います。絶対に最大処理数が多い、せーのドン、ということで最大処理数アップ S となりました。言った通りスキルレベルアップ SM を持っておりますが、スキルレベルアップ M とスキル確率アップ M は7500ということになってますね。おとなしい性格はね、結構ありありな性格だと思いますので、レベル100まで見据えるとめちゃくちゃ強くなってくれる、そんなメリープちゃんだと思います。ありがとうメリープ、よろしくね。さあということで戻ってまいりまして、本日中にね、スーパーに以降までね行くことができるかなと思いますので、ヤドランだったりウトウトからはチルタリス、アブソルあたりもね出現してくれるようになるので、まあほとんどのポケモンがねこれで出現するようになるといったリサーチを明日の朝からお届けできるかなと思います。以降のポケモンは電流ちゃんだったりトドゼルガ、ルカリオみたいなね、もう超大型ポケモンたちになってきますので、その辺の子たちをねこう直接ゲットするかどうかは、まあかなり無課金には趣味の領域に入ってくるのかななんて思ったりもしますね。そんなわけでね、明日以降まだ見たことのないポケモン、ぐっすりはトドグラ、スヤスヤヤドラン、ウトウトチルタリスあたりがね見られたら嬉しいなというところですね。どの睡眠タイプにも見たいポケモン、ゲットしたいポケモンいるので、今日もねワクワクしながらお休みしたいと思います。
いやー、それにしてもメリープちゃんね、ほんとサブスキルはスキルタイプとして欲しいものをほとんど持ってるといった完璧な内容、そして性格もいいと来てるんですけど、これ本当にね、逆順だったらね、レベル10スキル確率アップ M のレベル25スキルレベルアップ M だったら、ちょっと本当に育成するかどうか相当悩んだところだったかなと思います。メインスキル基本的に4から5、5から6レベルのね上昇幅が大きく設定されてたりするので、エナジーチャージ M もねレベル4とレベル6だと倍ぐらい効果に差があるので、やっぱりこう5、6は狙っていきたいなというところでね、ちょっとねメインスキルの種をおいそれと入手できない無課金にはなかなかハードルが高いんですが、とはいえね食材的にもかなりメリープ系統独自の強みを持ってますし、現状ね特選エッグを食材得意のポケモンが集められない中でレベル30で3つ解放できるというのもね大きなメリット魅力ですよね。私がね普段使っているスキルタイプのポケモンがブースターちゃんとプクリンちゃんになるんですけれども、やっぱりねスキルタイプのポケモンメインスキルが最も魅力的な部分であることからね、ちょっとここの厳選というかは妥協できないなと思ってます。特にねメインアカウントはプクリン使ってないんですけれども、もうね他のポケモンたちが相当育ってきてしまっているので、厳選難易度的にもちょっとかなり高いところにハードルを設定してしまってるのでね、今後ププリンがレベル10金スキル確定になってくるというところで、もうレベル10の枠はスキルレベルアップ M かお手伝いボーナスか睡眠 EXP ボーナスかぐらいしかねないかななんていうふうに思ってますので、今後ね素敵な出会いがあることを期待していきたいと思います。まあ宇野原でプクリンは出てこないんですけれども、スキルタイプ厳選気長にねやっていきましょう。というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッと押していただけますととっても励みになります。いつもありがとうございます。それではね、まだまだ1週間始まったばかりの火曜日、なんかハロウィンが終わってようやく11月始まったなって気が少ししますね。今日も元気にいってらっしゃい。またね、バイバーイ。